みなさんこんにちは株式会社ジョインフォー介護代表の秋元河合と申します本名でございます、えー、可能性のかに愛すると書いてかわいいという意味で捉えられがちですが、えー、人の可能性を愛する、えー、そんな生き方をしたいと思っています、えー、私は大学生の時にサークル活動をきっかけに介護と出会いました そして介護の現場でアルバイトを始めました介護の現場では仕事自体はすごく楽しくっていろんなことをおじいちゃんおばあちゃんに教えていただいたりとか人と人との関係性を築く中でとても奥深い仕事だなと思った一方でたくさんの課題がありましたそこで出会った一人のおばあちゃんのお話をさせてください。 そのおばあちゃんは、あの普段はですね、すっごいお話上手で、日中はこう大きな声で歌を歌ってくれたりとか、職員に突っ込んでくれたりとか、すごいムードメーカーみたいなおばあちゃんでした。ただ、そのおばあちゃんですね、夜になると、必ずベッドに腰をかけて、あることをお祈りしてたんです。なんだと思いますか自分が生きてることが申し訳ないと、早く迎えに来てくださいと。 お祈りをししていました一方で生きたくても生きられなかった人たちがいます私のいとこは癌で二十歳という若さで亡くなりました生きたくても生きられなかった人がいるその一方で自分が生きていることを申し訳なく思っている人がいる生きているということだけで素晴らしいのにもかかわらず 年を重ねていくことを祝福できない、そんな社会が今の現状のままであると嫌だと思い、本当にただただ思いと勢いで大学を卒業して独立をして今7年目になります。皆さん、介護の仕事というとどんなイメージがあるでしょうか私はこの領域に関わるまでは純粋に高齢者のお世話をするのが介護の仕事だと思っていました。 でも多くのこの領域に思いがある若手の話を聞いていくとそれは違うということが分かってきました介護が必要になったり認知症になってしまってご本人やご家族が諦めてしまった可能性を介護職が信じて関わることによってできなくなったことができるようになったりとかもう一度その人の生き生きした瞬間を取り戻すことができます そんな仕事にやりがいを持って働いている介護職はすっごくたくさんいますただ一方で残念ながら支援する側も苦しんでいる現状があります介護の領域は皆さんご存知かと思いますが慢性的な人材不足で現場は心身に疲弊していたりとかあとは閉鎖的な環境で前向きになるようなきっかけがありません 人の思いに向き合ってるけど、自分の思いには蓋をしてしまって、業界全体が閉鎖的な状況であったり、疲弊感に包まれています。これこそが大きな課題だと認識しています。でそんな中で私たちは、私は大学卒業してすぐにですね、介護リーダーズという介護領域の若手のコミュニティを立ち上げました。 介護リーダーダズははは参加者は多くは20代30代代の若手中心です介護の現場で働く介護職や看護師お医者さんのなどのような専門職もいれば、えー、IT 系の企業、えー、行政関係者不動産とかいろんな職種の人たちが集まっています組織を超えて人と人とがつながりそして一緒に学んで一緒に議論をしさまざまなプロジェクトを起こしています 例えば介護の現場で施設長として働く人がみんながもっと楽しく働ける現場を作りたいと今いろんな取り組みを行って1年間離職ゼロを達成したりですとか施設で働いてたケアマネージャーが利用者さんだけではなくもっと家族の支援をしたいと思って最近ですね独立をしましたまさかこの人が独立をするなんてって思うほど7年間の活動の中で いろんなつながりや新しい情報をきっかけにいろんな人たちが変化をする姿を見てきました今日は平成から令和というテーマを頂い,いていますがえ平,和は助走平成は序章そして令和という時代は本当に今から介護はこれからなんです2025年問題と言われていますが2025年に段階の世代の人たちが後期高齢者を迎え そして2030年は80歳。そして2040年、日本の死亡者数がピークになる年まで、介護の需要は高まります。そして亡くなる場所も足りていない、そんな現状があります。そんな中で、 より多くの人たちの力に変えていきたいと昨年クラウドファンディングに挑戦をし850万円というご支援をいただきまして今東京だけでなく大阪、京都大阪金沢そして名古屋と展開を始め今全体の参加者が3500人になってきました。 来年からはです、ね、オンラインコミュニティも始め地域を越えてプレイヤーたちがつながりそしてそれぞれの実践をより加速させるための環境を作っていきたいと考えています2025年には全国1万人の思いを持った介護に関わるプレイヤーがそれぞれの地域それぞれの現場で実践をしより良い社会を一人一人の一歩から作っていきたいと思っています ただまだまだその力が足りません私たち60人のボランティアメンバーを中心に介護リーダーズを運営していますがこれから先もっと皆さんとより良い社会を作っていきたいと思っておりますのでその社会づくりをご一緒いただけたら大変嬉しく思っています介護は自分の祖父母もそうですし今私のおじいちゃんは認知症ですそしていずれは両親 そして自分自身も誰もが通る道だと思っています。誰もが通る道だからこそ、悲観的に迎えるのではなく、少しずつの知恵であったり、少しずつのリソースを持ち合って、より良い社会を皆さんと共に作っていけたらとても嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。